イスマイル・エンベル・パシャは、オスマン帝国末期の軍人、政治家。青年トルコ人革命への指導者。1913年以降オスマン帝国の、陸軍大臣として、平権を掌握し、1918年まで、大宰相メフメトタラート・パシャと、海軍大臣、アフメトジェマル・パシャと共に三党政治を行う。しかし、第一次世界大戦後に、ムスタファ・ケマル・パシャとの争に敗れ、 アナトリアを出本する。その後はトルキスタンでハンソゲリラに身を投じるも赤軍の総統を受けて壮絶な最期を遂げた。エンベルパシャの生い立ちには謎が多い。下級管理の子として生まれたとされるが正確な出生地は明らかでなく、イスタンブール、国会沿岸のアパラマ、地中海沿岸のあだ名などいくつかの説がある。一説によれば母は アルバニア系の死体処理業者の娘であったという。長寿でイスタンブールの陸軍士官学校に入学し、ついで陸軍大学でドイツ語とドイツの軍事理論を学ぶ。1902年に高級参謀家庭を自責で卒業し、翌1903年にマケドニア中流の第三軍団に配属された。1906年にはマナストゥルで オスマン帝国の立憲改革を目指す統一と、新法委員会に密かに加入し、有力幹部の一員となった。アブデュルハミト2世1908年7月3日、オスマン帝国憲法の復活を求めて、アフメドニアーズ2 0人単位がレッスンで起こした反乱に、こうし、サロニカで拒兵。これが、青年トルコ人革命の始まりとなった。はじめ、エンベルは、軍団と共に、 山岳地帯に立てこもるが、イスタンブールから送られてきた討伐隊が革命側に寝返ったため、やむなく7月24日に、スルタンアブデュルハミト2世は革命部隊の要求を認め、同年12月に県政復活がなった。彼はイスタンブールに入るとニヤーズイラと共に、立憲革命の英雄としても手配され、統一進歩団の中央委員会への加入を認められたが、 要職に就くことはできず、ベルリン駐在部官としてドイツに赴任するように命じられた。翌1909年3月31日、イスタンブールで保守派による反革命暴動が起こった。統一進歩団の指導者らは、サロニカの第三軍団長、マフムートシェブケトパ社の元に集結し、イスタンブール奪回を目指した。エンベルはドイツから急ぎ帰国し、 ムスタファ・ケマル・少佐らと共に鎮圧軍の参謀となって、イスタンブールに再入場した。メフメト5世、同年4月27日、アブデュルハミト2世は、暴動の責任を問われて退位し、皇帝、メフメト・レシャトが、メフメト5世として擁立された。しかし、その後も、政局の混乱は続いた。1910年9月28日、イタリア・トルコ戦争が勃発した。 エンベルは、ベルリンから急ぎ現地に向かい、包囲網を潜って、トリポリタニアに密かに上陸し、義勇軍を率いて活躍した。彼はその功によって中佐に昇級した。1912年10月、第一次バルカン戦争が勃発し、12月までに、バルカン同盟軍は、イスタンブール資金に迫った。オスマン政府は、急遽イタリアと和平した上、12月3日に大宰相。 キャー・アミル・パシャの主導で、バルカン同盟軍と上下の命を結んだ。これに反対する統一進歩団員は弾圧され、50人が逮捕された。1913年1月23日、エンベルは、青年トルコ人革命以来の名優、メフメト・タラート・パシャ、アフメト・ジェマール・パシャらと共にクーデターを起こした。エンベル自身が小部隊を率いて、打罪勝負を襲撃し、陸軍大臣、 ナーズム・パシャを射殺し、キャー・アミル・パシャを辞任させ、マフムート・シェブケト・パシャを新たな大宰相として擁立した。その後再び、バルカン同盟との先端が開かれたが、状況挽回はならず、バルカン半島側の要章エディルネが陥落した。結局オスマン政府は4月1日に再度の和平を締結した。6月11日、大宰相シェブケトが何者かによって暗殺された。 ジェマル・パシャは、反、統一進歩団派を犯人と断定し、反対派を粛清。公認の大宰相には統一進歩団員で、ムハンマド・アリーケ出身のメフメト・サイード・ハリム・パシャが認じられた。これによって、長年の政治的混乱に終止符が打たれ、統一進歩団の指導者であるエンベール、ジェマル、タラートによる、実質的な三党政治が始まった。6月29日、 バルカン同盟が、領土分配をめぐって決裂し、第二次バルカン戦争が始まった。オスマン軍はこの戦いに介入し、エンベルはエディルネを奪回した。彼はこの功績によって翌年に1月に少々となり、陸軍大臣、総参謀長に就任した。こうしてエンベルは、オスマン帝国の全軍を掌握し、主旧派将校たちを予備役に編入するなど、軍政改革を断行した。 またエンベルは、スルタンの名、ナジエ内心脳と結婚した。エンベルパシャ1914年6月28日、第一次世界大戦が勃発した。オスマン帝国には、双方の陣営から、働きかけがなされ、国内でも、自国の出方をめぐって激論が交わされたが、結局、新独派のエンベルが押し切る形でドイツ側に参戦、することが決定された。11月11日、 青年トルコの区別であった、メフメトモセイはジハードを布告し、正式にオスマン帝国の参戦が宣言された。エンベルはかねて中央アジアからバルカンに至るトゥルク、継承民族をオスマン帝国の旗のもとに大統一するという反、トゥルク主義の理想を抱いていた。その第一歩として、東部アナトリアに進出したロシア軍に対して大攻勢に出て、これを駆逐し、 カフカス地方を確保するというサルカム主作戦が計画された。そしてエンベル自身が東部戦線に出て人頭指揮を取るが補給や装備のずさんさに加えロシア軍の反撃によって莫大な損害をこむった。さらにロシア軍への協力を罰するためとしてアルメニア人のシリアへの強制移住が行われ死の更新と混乱の中で一説では200万人に 登るとされるアルメニア人がトルコ軍によって虐殺されたと言われる。エンベルは反中力主義に加えて反イスラーム主義を唱えてイスラーム世界の団結を呼びかけイランや北アフリカで連合軍に対する抵抗を起こさせるなど努力を重ねたが戦況は次第に不利に向かった。イギリスの工作によってアラブ所属が反乱を起こし西部戦線ではブルガリアが 連合国に降伏した。これにより、ドイツとの連絡、補給が断たれて、戦争継続がますます困難になり、1ヶ月後の1918年10月30日、ついに、オスマン帝国は、ムドロス休戦協定を結び連合国へ降伏した。第一次世界大戦の敗北後、エンベルは、名ユータラートラと共に、イスタンブールを脱出した。 彼らは国会からクリミアを経て、ひとまずドイツのベルリンに亡命した。ここでエンベルはドイツ国防省のゼイクトや、ポーランド系のユダヤ人ボリシェービッキで、ドイツ共産党創設に関わったカールラデックなどと、知り合い、ドイツロシアトルコの三国で、反連合国同盟を結んで、カフカスと中央アジアを根拠地に、英英領インドを攻略するという計画を唱えた。折から、 成立間もないソビエト連邦は中央アジアのトゥルク系諸民族の支持を得るためにエンベルの名声を利用することを策しており、このソ連政府の意を受けたラデックらの説得により、1920年8月14日にエンベルはモスクワへ入った。エンベルも彼らの力を借りてオスマン帝国を復興することを目論んでいたとされる。この時期にエンベルはな人物と接触しており、 その中には、タタール人の革命運動家であるスルタンガリエフも含まれている。はじめ性敵とはいえ、ソ連政府の支援により祖国解放のために戦っているムスタファケマルのアンカラ政府に武器を援助することを試みたが、この計画は混乱の中で、さしたる意味も効果も持たなかったという。同年9月はじめ、エンベルは、バクーで開かれた東方諸民族大会に出席し、 イスラーム革命団体連合を結成。また、アナトリアに乗り込んで、ムスタファ・ケマルに代わって、政権を掌握して、トルコを解放することを目論み、オジ・ハリル・パシャをアナトリアへ送り込み、自身も、グルジアのバトゥミで待機に入った。しかし計画は、ムスタファ・ケマルのギリシア軍に対する格格たる勝利を、前に失敗に終わった。エンベル・パシャ・エンベルは、アナトリアへ帰ることを諦め、 トルキスタンに新たな活躍の舞台を求めた。当時トルキスタンのムスリムによる反ソゲリラ、バス町の活動が盛んであったため、ソ連政府は、トュルク系諸民族の間で名声を保つエンベルをトルキスタンの赤軍に送り込むことでバス町への支持を切り崩そうと考えていた。1921年10月、エンベルはソ連側の思惑を受けて、 トルキスタンの中心と渋原に入った。彼はこの時すでにソ連から離れ、バス町の元に乗り込んで、彼らを自らの子害とする計画を持っていた。11月8日、エンベルは寮を装って、行方をくらまし、バス町の勢力圏に入った。彼はこれ以後、大トラン革命軍司令官と称し、反中力主義の理想のもとに、 トルキスタン諸民族の団結と対ソ連闘争を呼びかけた。彼の究極の目的は、トルキスタンのトュルク諸族を率いてオスマン帝国を復興することであったが、最初に同盟を呼びかけたバス町の首領の一人、山岳部族の族長イブラヒムベクによってエンベルは軟禁されてしまう。翌年2月にエンベルはようやく釈放された。ソ連政府はエンベルと再び手を結ぶ。 可能性を探っていたが、彼はこれを拒絶し、タジキスタン地方で転戦した。3月には、ドゥシャンベを占領したが、エンベルが実際に動員できる兵はわずかであり、セルゲイ・カーメネフ率いる赤軍の攻勢の前に次第に劣勢に追い込まれていった。実情が知れるにつれ、はじめエンベルへの協力を申し出た、アフガニスタンのアマーヌ・ラー・ハーンなども、エンベルを見捨てていった。エンベルは、 赤軍の総統作戦によって、次第に東方へ追い込まれていき、8月4日に、フェルガナボン地東部のアビデリア村で休憩中に、赤軍の奇襲を受けた。彼は、なお突き従っていた30人の部下と共に、機関銃を乱射する赤軍に向かって、最後の突撃を観光し、壮烈な戦死を遂げたと言われる。ただし、彼の死の状況をめぐっては他にもいくつかの遺説がある。 半月ほど後、彼の死は、児童文学作家としても有名なイギリスのジャーナリスト、アーサー・ランサムによって、エンベル・パ社の最後の冒険と題して、ヨーロッパに伝えられた。ありがとうございます。